はい、キヤノンのブースにやってきました。キヤノンのブースではこちらですね、キヤノン KISS-X5、この春、登場します新しいデジタル一眼レフが展示されております。特徴をですね、キヤノンマーケティングジャパンの阿部さんにちょっと伺っていきたいと思います。阿部さん、おはようございます。おはようございます。こちらの KISS-X5 特徴はどのようなところでしょうか。はい、こちらの、NEOS KISS-X5 はですね、はい、画素数は1800万画素ございます。はい、それに、初めてカメラをお使いいただくような方にも、はい、お使いいただきやすいようにですね、新しい全自動機能、はい、全自動モードを搭載しておりまして、はい、本当にカメラに任せて綺麗な写真が撮れる、より綺麗な写真が撮れるカメラとなっております。あと、バリアングルの液晶も、はい、今回採用させていただいておりますので、いろんなアングルでですね、お子様やペット、お撮りいただくのにお楽しみいただけるモデルになっているというふうに思っております。はい、はい、じゃあ、バリアングル液晶モニターですね。はい、バリアングルの液晶モニターはこういうふうについておりまして、はい、このように、ローアングルですとかハイアングルでの撮影に、結構便利にお使いいただくことができます。はい、あとはですね、EOS ムービー動画の機能もこれ搭載しておりますので、はい、フル HD で、綺麗なですね、写真だけじゃなくて、動画も記録もすることができるような、そういったモデルとなっております。ボタンも独立したんですよね。そうですね、ダイヤルで、動画モードにしていただいて、動画の録画のオンオフボタンを押していただければ、はい、録画できるような、そういった状態になっています。はい、ここはですね、モードダイヤルの上に、A プラスと書かれたものが新しくできました。これまでの全自動と違いまして、シーンをより詳細に解析してですね、その現場にあった色合いとかもですね、含めて写真として作っていくというところで、新しいモードとなっております。はい、いろんなシーンに合わせて全部認識をしてということですね。そうですね、はい、シーン認識しております。なるほど、はい、はい、じゃあとても使いやすいカメラになっておりますので、ぜひ皆さんもご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、KISS-X5 のもう一つの特徴として、こちらの内蔵ストロボと外部ストロボを連動させて撮影することができます。このような形ですね。これが新たに加わった機能です。はい、こちらのキヤノンブースではこちらの KISS-X50 こちらの方も展示されています。こちらですけども、特徴は、まずカラーのバリエーションがですね、2色、この色と黒とあることですね。それから、KISS-X5 より若干小さくて軽い、初心者の方にでもとても使いやすいモデルになっています。こちらの方ですね、画素数が1220万画素、になります。こちらはですね、モニターはバリアングルではなく普通のこのような形のモニターですね。